おはようございます、一日一本社長の日本庁、本日は、どこを起点とするかということでお話したいと思います。学校を卒業して、ある会社に入ります。そこで最初に入った会社ですね、この仕事のやり方というのが、その人の人生を大きく決定づけます。私は、札幌で、事務機の販売のディーラーです。末端なんですけれども、研修は、日本のメーカーから来て研修を受けました。仕事のやり方というのをその場所で学びました。そういう、チャンスを得られるので、大事だなということに気づかされました。今日も走ってます。